ナビゲーターの石川優太です。今月号のゲストは AV 女優の桃宮桃さんをお招きしました。女同士の戦いみたいな感じなので、ガチなプロレスをしてます。怪我するんじゃないのって心配するぐらいガチな感じでやってますね。試合は秋葉原でやってるんですけれども、撮影はスタジオがあって、そこでやるのはもう本当にプロレスリングで使っていたリングを丸々持ってきて、そこで1対1で戦う。1日の流れとしてはそれをやって、共演する方が AV 女優の方だったりとかすると、レズファイトっていうのがあって、もう最初はもう全然脱ぎとかやらしいことが全くない本格的なやつをやるんですけども、それは脱ぎがあったりとか、まあ、行かせ合いみたいな感じで行っちゃってギブアップしたら負けみたいな感じの作品も撮ったりとか、あとはもう男優さんと男と女のプロレスみたいな感じで、それも行かせ合いみたいな感じでやったりとかもしますし、本当に脱ぎなしの男と女のプロレスも撮ったりします。キャットファイトの場合は長回しなので、何分っていうよりは取れ高みたいな感じ、あとギブアップ出るかみたいな感じだったりしますね。会場に来られたお客さんに見せるためっていうふうに思ってたんですけども、ではなくて、では動画の撮影ということがメインなんでしょうか？そうですね、動画の撮影をやっていて、その撮れた DVD はダウンロード販売とかもしてるんですけれども、試合会場に来てくれた人が DVD を購入してくれたら、その DVD を購入してくれた方とツーショットチェキが撮れるみたいな感じになってて、その日に出る選手の試合が見れるみたいな感じですね。一番最初は事務所から、マネージャーからこういうお仕事あるんだけど興味ないって言われて、だからそういうお仕事があるのは知っていたので、やってみたいなって思ったんですね。一回やってみて、やっぱりすっごい大変だったんですけど、結構気に入っていただけて、2回目のお話も来て、でやっぱやっていくとだんだんと強くなっていくのがすごく楽しくて。もともとそういうのに興味があったんですか？格闘技に興味があったわけではないんですけれども、やっぱりなんか新しいことがすごく好きなので、やれるんだったらやってみたいなって、やっぱやるからには勝ちたいなっては思ってましたね。次もやろうっていうふうに思ったのはどういうところが楽しかったんでしょうか？なんかもうライティングがすごくて、なんか映像ちょろっと見せてもらったんですけれども、すごく綺麗に撮っていただいて、自分で見てもなんか強そうって思って、なんか普段見ることができない自分だなって思ったので。かなりアクロバットな技も繰り出してますけども、はい、そのあたりの、訓練はどちらででも今まで本当全然 見たりとかしなかったんですけど、知り合いのつてで生で男性の方のプロレスの試合を後楽園ホールとかで見に行く機会とかもあったりとかしたり、テレビとかでも見たり YouTube で見たりとかもするようになりましたね。やっぱ技の名前とかなかなかちょっと覚えられないんですけど、まだ体で覚えてる感じで、はい、パンサーリサコで知ってくれた方が私のファンになってくれることも結構多いので、ファンの人も新しい私を見れるのが楽しいって言ってくれたりとかするので、そういう風に言ってもらえると、なんかもっと頑張りたいなって思います。なんか AV 女優との共通点っていうものはございますか？パンサーリサコっていうキャラクターは結構 S なキャラクターでいてほしいって監督さんから言われているので、試合の中で自分を作るっていうのは結構 AV 女優と似てるのかなと思います。そのカメラ回ってる時に S 役だったり M 役だったりとか、役柄によって自分を変えて演じるっていうのは一緒だったりするのかなとは思いますね。その試合は
もちろん脱ぎもなければエロい行為もないんですけれども、その絡みのシーンはもう普通に絡んでるので、関西梨紗子がもう自分の中でプロレスラーっていうよりは AV 女優の上にあるというか、もう全然違うものではないですね、自分の中では。出させていただけるようになったのも AV やってるおかげかなっては思いますけど、じゃないと多分オファーは来てないと思うので。 AV という、まあ、お仕事とキャットファイトっていうお仕事を、まあ、両立する上で何か大切なことっていうのはございますか？ファンの方が大きいと思うので、パンサー梨紗子も結構今ファンの方にもっと見たいみたいに言ってもらっているので、試合にも出させてもらったり作品も出させていただけてるかなと思うので、そこはやっぱり大切にしていきたいなって思ってます。やっぱり怪我はしないようには頑張ってはいるんですけど、やっぱりぶつけたりとかは結構多くて、でも日常的にも結構ぶつけるのであんまり気にしてないですね。ストロボファクトリーでは映像制作を受けたまわっております。詳しくはウェブサイトをご覧ください。こちらで過去のゲストも公開しています。